アントニオ・ベッディオ、アントニオ・バリオ、1636年頃から1707年6月15日は17世紀にイタリアで生まれた画家で、イギリスで宮廷画家として働き、多くの建物の装飾壁画を描いた。ナポリオ王国のレッチェで生まれた。自らの記述によれば、ベネツィアで学び、ナポリやフランスのトゥールーズで働いた後、 1671年か1672年にイギリスに移ってきたとしている。イギリスで壁画、天井画の画家として評価を高め、1676年頃か国王、チャールズ2世の注文でホワイトホール宮殿やウィンザー城の一部の建物に装飾画を描いた。1684年にチャールズ2世によってジョン・ライリーの後任として、 主席宮廷画家に任じられた。1685年に王位を継いだ、ジェームズ2世は、ベッリオを徴用せず、王室の庭主職で働かなければならなかった。1688年に名誉革命で、ウィリアム3世が国王になっても、用いられず、主席宮廷画家の職には、コドフリーネラーが就任した。ベッリオは1890年から、 デボンシャー公爵の住宅チャッツワースハウスの装飾画を描いた。1694年から1697年の間はエクセター伯爵のバーリーハウスの装飾画を描き、1699年になって国王のためにウィンザー城やハンプトンコート宮殿の仕事をした。1705年に眼病を患い引退した。ありがとうございます。